ターミナルは建物の真下3箇所が入り口だ。ちょっと待ってくれ。ボーン。こいつはマジ聞いてねえ。殺すしかないわ。まずしゃあ、生存者を発見した。援護して。すごいおもろ。他の生存者が行動中。なんやこいつ、来よった。うわーめっちゃ多い。ナイス。ありがとう。どっから入んねん。ほんでこれ、入り口どこや。これ穴開けたら殺されるから乗り越えできる。嘘。お前乗り越えれた。普通に乗り越えれた。助けてくれー。あなたと仲間がこのタイルまで移動すればゲームクリアになる。ノーマルサバイバーソルジャーでゲームクリア。しゃー、うまくね。やっぱゾンビマスターやな。ターミナルへ到着した。今のところは安全だろう。到着にかかった時間9日19時間、訪れた場所27、倒したゾンビ91、サバイバルスコア232。さすがやね、成し遂げた。アポカリプスでやってみよう一回。究極の難易度、ゲームシステムや大きなスキルを熟知したプレイヤー向け。ゾンビ出現率、ゾンビ出現率上げようぜ。300倍にしよう。結局こういうのが一番ええから。これもうクリアしたからな。だって人参、キャロット、めっちゃええやん。開幕めっちゃええやん。ふぅえぐいぜえぐいぜえぐいゾンビ。これなんかゾンビの進むマスとか考えて後ろに戻ってターンを消費するわけ。これでまあ攻撃は食らったけども、おらー、これでもこれ斧なくなったら終わりや。リスナーゾンビやて。おい、リスナーゾンビ、ゾンビの頭を攻撃すると。なんリスナーゾンビって。ファイヤーファイターゾンビ。うわー最悪や。ファイアークス壊れた。何やってんだよ。あなたはゾンビの爪による引っかき攻撃を受けて亡くなりました。生存時間19時間。は？意味不明。